てくれ。無駄だ。その娘は心をなくして眠り続けている。お前、リクじゃない。最後のプリンセスが眠っているせいで鍵穴は未完成のままだ。プリンセス？カイリがそうだっていうのか？その娘の力なくして鍵穴は完成せん。目覚めてもらうぞ。勝手にリコを操って何言ってるんだ。リクの心を返せ。ならばお前もプリンセスに心を返すがいい。キャラ、一体まだわからんのか。反応しているのだよ、プリンセスの心が。お前の中に眠るカイリの心が。カイリが俺の中に。我が目は全て見通している。お前誰なんだ。我が名はアンセム、闇の探求者。さあ引きずり出してやるぞ、プリンセス。その力で鍵穴を完成させ、私を不滅の闇に導け。Thank you.
宮野が不完全なんだ。どうすればいいんだ。多分カイリが目を覚ませば。カイリの力があればカイリを解き放てば。どうしたらいい。どうすれば。人の心の扉を開くキーブレード。ソラ、ソラ、まさか。わっとようやく目覚めたか、最後のプリンセスよ。だが鍵穴が完成した以上もう用はない。消えてもらうぞ。協力しないぞ。僕たちだけで大丈夫かな。わかんないよ。バカな、俺の体気にさせるか。リク、早く逃げろ、ハートレスが来るぞ。今度は私が助けなきゃ。
カイリ、ありがとう。ソラ、ソラ、早く行け。一緒に行こう。私がこの地を離れるときはベルも一緒だ。さあもたもたするな。ハートレスが来るぞ。わかった、みんな行こう。何があったか話してくれ。鍵穴が闇を吐き出しているのか。そのせいであちこちの世界でハートレス増えてるの。食い止める方法は鍵穴を閉じればいいんだよな。だが閉じた時に何が起こるか誰にもわからない。だからってほっとけるかよ。あそこには友達がいるんだ。そうだったな。彼も助けなくてはな。彼のキーブレードは鍵穴と同じくプリンセスの心から生まれたものだろう。カイリの心が欠けていた以上不完全だったようだが、キーブレードが砕けたと同時にプリンセスの心は解放されたはず。大丈夫だソラ、お前ならきっと友達を救える。